お、みんな服を。マッチョの翼、マッチョ来たー。この女子力高い子から、ムキムキマッチョになってしまうのね。何があったの？ライズアップにでも行ったかな。お、スキルレベルアップ。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。起きて。クルボン起きて。お。なになに？レミちゃんのところに行きたいと。はい。何の話してるの、二人で。あ、なるほど、仲直りね。ごめん。こっちこそ。おお、ムカムカ終わり。そうか、ずっと喧嘩をしていたのか。もうそんなこと忘れてたよ。ミラを許した。レミネを許した。よし、ちゃんと仲直りできたね。よかったよかった。はい、それじゃあ、料理で、お任せー。あっ、やばい、ミラさん以外全員が、お亡くなりに。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレットー。ウールのローブをください。さあ、来い。ん？ここでウールになったら？クルミンとお揃い？クルミンウールやったっけ今。違うかな。HP バナナ1本。全然ウールのローブ来なかったわ。ほい、それじゃあ。お小遣いを。お、服。さっきね、さっき、ルーレットでゲットできんかった分、ちゃんと現金で、買ってきた、買ってきた。ウールの猫ゲット。どうしよう、かわいい。ここは、オレンジがいいかな。オレンジでいこう。体オレンジで、手がピンクっていう、超派手派手やけど。はい、それじゃあ出発しましょう。とりあえず、町に一旦戻ろうか。またね、顔が戻るところを見届けなければ。はい、戻っていくよ、顔が。ほっ。さ、あの二人の顔をちゃんとね、なんかこの状態見たらめっちゃ不気味なんだけど、お、かける2。かける2とかって表記されるのか。でも、あっこでお告げが出たってことは、進めるってことなんかな。ここでもらえるのか、もしや。はい。どうも、ほら、めっちゃ不気味。男の方めっちゃ不気味。はい。元通り。お父ちゃん。親子だったのか。小石。小石。お客さん。毎度。助けてくれてありがとう。特別にタレで差し上げます。お、ここで隣の宝石 B をゲット。一個だけだったんだけど。お客さん。お父ちゃんが病気で大変なんです。ゲホゲホ。どうか MP 飴を。通常500ゴールドのところ大サービスだよ。MP 飴を498ゴールドで買ってください。嫌です。残念。全然元気やないかーい。あ、ここがまだ戻ってないんか。どこにあるの顔。顔。君の顔は。あ、なるほど。そっちにあるんやね。じゃあ次そっちに行こうか。はい、向かいましょう。え、確か、あれよね。ランプの魔人の顔もあっちの方にあった気がする。え、いけないんですけど。いけないんですけど。これはどうやっていけるんだ。ここからいけるようになるんかな。とりあえずちょっと行ってみようか。こっちまだ行ったことないもんね。行くかー。なんだかいい匂い。あれかな？サボテンの花の匂いかな？顔を奪われるのってさ、どんな感じなのかな？ちょっとくすぐったいよ。息苦しいけど。
頭がぼんやりして、ふわふわ気持ちいいんだ。へえ、なんで知ってるの？知らないよ、想像してみただけ。想像でよくそんなことが言えるな。一瞬アイラも取られたことあるんかと思った。急げーって言うけど、砂漠であんまり急ぎすぎてもね、体力が奪われてきそうな気がするわ。お、全員が手伝ってくれるのかと思ったら違うのか。余裕だね。エクスプロージョンからの両手引っ掛き。お、いいねいいね、コンボコンボ。頑張った。サボテンジュースで栄養、水分補給しながら、まあ、栄養あるんかどうかわからんけど、飲んだことないし。大丈夫か。ふう、暑さでフラフラだ。めっちゃ疲れとるやん。あ、あれは、あの椅子で休もう。これは大丈夫なやつか。ギャー、あ、ダメなやつ。まあでも普通はこっちよね。いたたた、お尻に針が刺さった。ちょっともう幻覚見てるよ。大丈夫？元気出して。お尻が痛くても元気を出して。ワルモグラかわいい。めっちゃかわいい。激薬フラスコー。はっ、一匹だけ耐えたな。やったね、あゆな。イエーイ、上機嫌。お、いいぞいいぞ。モグラって見たことないんやけど、かわいいんかな。ちょっと不気味な感じなんかな、どうなんやろ。見てみたい。息が、大丈夫？何、どうした息が。お、どっちに進む？ここは上に行きます？下に行きます？どうしようか。ちょっと下に行こう。向かいます。鼻がムズムズする。それはいいでしょ。いいのか？わからないけど。はい、ゲーム券3枚ゲットー。これであっこへの道が開けたりとかはするかな？この後する？はい、おはよう。じゃあここで料理を。お任せでー。リミちゃん以外全員ダウン。これダウンすることによって何か悪いことは起きとんかな。特別別に体力も満タンやろ多分。はい、ルーレットで。ルーレットで、ルーレット。ボロロ、ボロボロローブ。ロがありすぎて読みにくい。ボロボロローブ。お、これは HP バナナ1本ゲット。まあ、回復は大事よ。回復は。はい、それじゃあ、お小遣い。お、みんな服を。マッチョの翼、マッチョきたー。この女子力高い子からムキムキマッチョになってしまうのね。何があったの？ライズアップにでも行ったかな。どれを着てもやっぱり腕がマッチョだからな。足もどうしようもない。紫がまだ可愛い、服的には。服的には。はい、じゃあ、リミちゃん、ウールのローブ、買っておいで。サンタさん。さあ、これで、色は、ピンクかな。いいね。あの、ステッキ？杖も、ピンクがついとるけん、めっちゃ合っとる。ベンガル猫。いいね、いいね。お、いいぞ。これこのまんまでも可愛いけど。あ、可愛い、めっちゃ可愛い。どうかな。ベンガル猫ってめっちゃなんか、ヒョウ柄みたいじゃない。これかな。いいね、いいね。いつでも色が変えれたらいいんやけどね。ほい、それじゃあ出発しましょう。アミナの服もそろそろ変えたいよ。変わる頻度みんなめっちゃ高いけどね。あ、これでいけたんじゃない？ここじゃなかったっけ？確か。違う？
多分そうやろ。行くか。ちょっと休みたい。またまたご冗談を。なるよね。だ出発したばっかりやん。ん？今何か聞こえた。うん、低いうなり声が。怪物かな。気をつけて。大丈夫、ミラさん今、ムキムキマッチョだから。それ私のお腹の音です。何聞かなかったことにしてるの。すごい低いうなり声みたいなのが出るよね、お腹から。やばい。よし、行け。劇薬フラスコー。お、一発。いいね、いいね。まだまだいけるよ。お腹減っちゃう。さっきから減ってるでしょ。ねえ、あんなうなり声みたいな大きなお腹の音をさせておいて。お、ありがとう。バグクラッシュ。なんか科学者はね、技がかっこいいよね。お、両手引っかきからのライトニング。魔法使いは技が綺麗。かっこいいな。やっほー、軽いんよ。決め台詞が超かわ軽いんよ。あれは私が設定したやつじゃないよ。おはよう世界以外は設定してないからね。あゆな、ちょっとん、私の飴あげる。ありがとう、リミちゃん。いやー、回復回復、ありがとう。いや、人のことをよく見ているね。戦うのやだな。そんな、戦って顔を回収していかねばだよ。お、来た来た。なんだよ、もう。これがハテナハテナハテナってなっとったやつやね。なんかちょっと変な顔やけん。ほらほらほら、ハテナ。ハテナハテナハテナコブラ。すごいね、顔でハテナを表現しとるって。やば。目開けたらあんな感じになるんや。やっぱり目を閉じとることを前提に作られてるけんさ、なんかすごいよね。お、ガードが甘くなったぞ。今のうちに、くっ、いけ、バグクラッシュ。まだやっつけられないのか。あと一個の宝石は、あれかな、ランプの魔人からもらえる感じかな。あ、もうアイナのお尻に限界が。限界が来てしまうよ。あー、そうやって人の後ろにすぐ隠れる。いやー、もうね、ずるい子が二人もいるから。肝心袋爆発しちゃった。何やってんだ。お、あはこっちを見てるからだよ。おはよう世界。ね、こっちに何かあるんかと思ったら自分がダメージを受けるだけか。ああ、何？召されていく？大丈夫？勝てたか。特上コブラのフライ絶対美味しいやつ。わからんけどコブラ食べたことないし。食べたいとも思わないな。ウィスキーレベルアップ。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。そういう優しさ大事ね。はい、それじゃ料理でお任せー。あー、サソリですよね。やっぱサソリの丸焼きみたいな無理よね。絶対無理やと思った。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。シルクのローブをください。あ、これボロボロはあれ、なんか定期的にやってくるだけで毎回毎回来るわけではないんやね。さあ来い。お、これは、おー、 HP バナナ。HP バナナ1本。 HP バナナも1本ゲット。ほい、それじゃあお小遣い。お、
もう着替えちゃう？マジで？今の可愛いのに？レオタード姿になるか。これもこれで。これは、あれだよね。泥棒だよね。あの、なんか、おったやん。何やった？何キャットやった？キャッツアイや。何キャットじゃない。キャッツアイや。水色がいい。やっぱり、猫だから？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、残すは、ランプの魔人の顔だけかな。これは、戻らんくっても多分街のみんなは困らんけど、まあ、お慈悲として、ちゃんと助けてあげよう。